いきなりですが、山田哲人選手のホームランボールをめぐる疑惑、皆さんはご存知ですか巨人対アクレト戦で取り出したホームランボールを大人と子供が取り合う場面が中継され、SNS や週刊誌で大炎上しました。しかし、その疑惑を代理人弁護士が否定し、法的措置を検討しているというニュースが入ってきました。実際の動画を見ると、大人はボールをキャッチしようとしたものの手に当たってバウンドし、その後手すりに当たって跳ねたところで獲得したそうです。つまり、少年のキャッチしたボールを奪い取ったわけではないということですね。ここで問題なのは、誤解を にした誹謗中傷やプライバシー侵害が横行していること被害者は SNS アカウント閉鎖を余儀なくされ実名や顔写真、居住地、親族の情報が晒される被害にもあっています私たち視聴者も一応立ち止まって考えるべきではないでしょうか誤解や事実、誤認に基づく誹謗中傷は無実の人を傷つけるだけでなく自分たちの信用も失わせることになります今回の件を教訓に情報を確認し冷静に判断することが大切だと改めて感じました皆さんも情報を鵜呑みにせず自分の目で確かめることを心がけましょう。